はい、こんにちは。えー、モンキーライブです。えー、大変遅くなって申し訳ございません。えー、誰でもわかる相対性理論、パート6、やっていきたいと思います。えー、今回は同時刻の相対性ということで、えー、まあ前回からめっちゃもうね、1年半ぐらい空いた気がするんですけど、えーっと、本当にごめんなさい。えー、っと、前回までの動画もね、あの、間が空いてしまっているので、 ぜひね、概要欄に再生リストのリンクを貼っておくので、そちらからね、見ていただけると幸いです。ということで、同時刻の相対性ということなんですけれども、ええー、まあ前回一応何をやったかっていうのを確認しておきます。光は絶対に秒速30万 km。絶対にっていうところが大事なんですけど、どういうことかっていうと、もしね、 ま、時速100キロで走ってるスポーツカーを、う全く同じ時速100キロで走ってるスポーツカーで追いかけたとすると、ま、同じ速さなんでね、ま、どっちかが追いつくとか、引き離されることもなく、ずっと同じ感覚を保ったまま進むので、もしね、後ろから、ま、後ろにある方のスポーツカーから、前にあるスポーツカーを見たとすると、 まあ同じスピードなんで、まあ時速 0km に見えますよね。要するに間も全く縮まらない。まあ外から見たら2台とも時速 100km なんですけど、一方からもう一方見たときは、まあ、自分も動いてるんで時速 0km になるということなんですけど、この光の場合は、光を光の速さで追いかけても、その前にある光は時速0じゃなくて、 時速30万キロメートルに見えるんですよ。っていうのが前回やった内容で、まあ、ここがちょっと今説明でうんってなった方は、一回前回の動画を見ていただけると、ありがたいです。ということで、行きましょう。ここを踏まえての今回です。はい。えっとですね、今ね、トイレみたいになってますけど、このね、まあ、今男の人が、もしや、全然関係ない話なんですけど、男の人が、女の人の方に、 まあちょょっっととね、一目惚れしししてて走っていくとしましょうで全然ね今関係ない話に見えるかもしれないですけどねめっちゃ大事なんですよねこれ男の人が女の人に走っていくとしましょうでこれで考えられるのが3つケースがありますまずケース A、まあ、男の人がもうねもうもうね燃えて恋に燃えて走りますで女の人は別に 動かないっていうパターン。まあ、ただ男の人が女の人に走っていく。次にですね、今度はケース B。これは、この人が走ってったら、こっちの人も、こう走っていくというパターン。ね。はい、素晴らしい。そしてケース C が、これはちょっとかわいそうなんですけど、この人が走ってったら、 こうなったら、女の人は、こうなるパターン。<laughs> もうバイク乗っちゃってるっていうね。はい、そういうパターンなんですけど、はい、チーンという感じで。要するに、ケース A は片方だけがもう一方に近づいていく。ケース B は両方とも近づいていく。で、ケース C は片方がもう一方を追いかけている。要するに、まあ、同じ方向に走ってるっていうね、感じですね。 B は逆方向に走る C は同じ方向に走るから C は追いかけてる状態 B は近づいてくる状態ですねはいでこれの ABC で同じ距離で同時に出発したとしたら男の人が時間は2人が出会う時間はどれが一番早いかっていうとこういう感じになりますよねそれは当たり前なんですけどもちろん両方が互いに近づいてきた方が早く お互い出会いますしでそれに次に速いのが真ん中にあるその片方だけが走っていくでケース C はもう,もうね遅いですよねまあこの人がバイクより足が速かったとしても追いつくのには時間がかかりますこれを踏まえてちょっとしたね頭の中でちょっと実験をしてみたいと思いますはい今ですねさっき走っていた男の人を光として 置き換えて考えてて考みます光はい今ここに宇宙戦艦ヤマト的なのがあってこっちに、まあ、ちょっとすごいねジャンプ力のある人がいてこっちねなんかゴミを捨てているとよく見ますよねこの人ねよくいますね街中にでその真ん中にこうボスベイビーがいるととしてこのボスベイビーが同時に 左右のこのジャンピングマンとゴミ箱マンに光を出すとします。同時に。はい。このね、この一連の動きを、この地球の上をこうやって、宇宙戦艦ヤマトが高速で通り過ぎて、そのボスベイビーが光を発するのを、ここにいるペンギンくんがね、見ているとします。ただしこの宇宙戦艦ヤマトは、まあ、止まらずずっと通過していくと。すごいスピードで。 って考えます。はい。まず、ボスベイウェイにとって見ていきましょう。えー、光っていうのが、さっきで言う、男の人なんですよね。光っていうのが男の人で、まず左、ジャンピングマンの方を見ると、男が、ジャンピングマンに近づいていく。でも、ジャンピングマンは動かないから、ケース A ですね、これは。次に右側。これも同じですね。男の人が、 ええー、まあゴミ箱マンに近づいていくけどゴミ箱マンは動かないケース A ですねはいでこれは両方ケース A でしかもまあこれね赤ん坊から左右の人間まで距離が等しかったとするとで光も同時に出たとするとこれは同時に起きたそして同時に光がついたということになりますねはい なんですけど、これちょっと、今赤ん坊は船の中にいるので、こう見えるんですけど、もし船の外から見たらどうなるか。今船は高速で移動しています。で、赤ん坊から見たら、自分も船に乗ってるので、その二人のね、赤い人も動いてるようには見えないんですけど、ペンギンにとってはね、 この、例えば左のジャンピングマンも、こっちに動いてるんですよ。ということは、今、オレンジ色の光の矢印が青い人、男の人で、ジャンピングマンが女の人だとすると、両方近づいてきている。そう。理想的なケース B です。それに対して、右側のゴミ箱マン。ゴミ箱マンは、こっちに動いてますね。船がこっちに動いてるから。 と考えると光はさっきの男の人でゴミ箱マンはさっきの女の人だとするとこれ最悪なケース C ですこうなってますね光はオレンジの矢印ですよ赤ん坊じゃないですよオレンジの矢印ですこうなってますよねさっきと違いますよねペンギンにとっては両方ケース A なんじゃなくてジャンピングマンはケース B ゴミ箱マンはケース C なんですよね。で、ここでさっきの思い出しましょう。そのケース A、B、C でかかる時間。これは、ケース B、ケース A、ケース C の順番に早い。と考えると、これ光は同時に出てるんですよね。で、ケース B が一番早くて、ケース C は一番遅いケースなんですよ。ということはですよ。 光が同時に出てると考えるとペンギンにとってはケース B の方が早くつかないとおかしいですよねケース B が先についてケース C の方が後からつかないとさっきのそのね、並べた3つの関係がおかしくなっちゃうと考えるとこの2つ実は光を同時に発射していても 同時につかないってことになるんですよ、光が。んってなりますよね。赤ん坊にとっては、まあ赤ん坊自身も動いてるから、別にゴミ箱とか、ね、ジャンピングマンが右に動いてるっていうのはあんま関係ないですよ。な中から見てるんで、まあ電車に乗ってて、ね、みんな周りの人動いてるけど、自分も動いてるから、動いてるように見えないっていうのと同じで、 赤ん坊から見たら、ただ光が、あの、その左右の人に言ってるだけで、左右の人は全く動いてない。両方ケース A で、しかも同時に光を出してて距離も等しいから絶対同時につく。これは普通です。これは普通なんですけど、この船全体が動いてるところを外から見たペンギンにとっては、同時に光が出る。で、ジャンピングマンもゴミ箱コマンも右にね、 画面で見ると右に動いてる。と考えると、ジャンピングマンは、逆向きの、まあ、近づく向きに、光も、ジャンピングマンも、動いて、近づいていってるケース B なんですけど、逆に、ゴミ箱マンは、光が追いかけてくるのを、必死でね、ゴミ箱マンがちょっと逃げてるから、時間かかるんですよ。ケース C、同時じゃなくなる。そう要するにですね、 同時かどうかは中にいる赤ん坊と外にいるペンギン基準によって違うんですこれが同時刻の相対性相対性って第1回で話したんですけどどういうことだったかっていうと基準によって違うっていうことなんですよこの同時刻の相対性っていうのも見る人観察者によって同時かどうかは違うっていうことなんですよねこれすごいめちゃくちゃですけど ね同じことしてるのをさ、見る場所変えるだけで、同時かどうかが変わっちゃうっていう。これ発想の転換ですよね。これ理解するのすごく難しいと思うんですけれども、もう一回ゆっくり、僕の動画を、この動画をもう一回見ていただいて、まあ、それでもわからない場合はね、あのー、ぜひ、あの、質問とかコメントでしていただければ、できるだけ答えますし、多分僕よりわかりやすい、 説明をしている方もいっぱいいると思うのでね、あの、ぜひ僕だけのこの動画に頼らず、いろんな動画を見ていただければと思います。今回はこの辺で、えー、同時刻の相対性ということで、えー、すごく面白くなってきましたね。ここからが本当に面白いです、相対性理論。今ね、特殊相対性理論っていう、まあ、アインシュタインが最初に発表したやつをね、どんどん、えー、見ていってるんですけどね、ここからすごい面白いんで、ぜひね、見ていってください。では、また次回。 バイバイ。Bye bye.